はい、こんにちは。まあ、いろいろと問題があるロシアですけども、ロシアからね、えー、徴兵されるんではないかなというふうに恐れて、若い男性を中心に国を出る流れがあるんですよね。まあ、その人数が20万人を超えているということで、いや、これすごいですね。20万人っていうと、ちょっとした市区町村が消えるような感じですよ。しかも、若い男性というね、国にとっては労働力であり、消費力であり、生産力であるべき人々が、 この国を出てね、他のところに行きたいというふうに、実際に国外退去してるわけですよ、現在、国境などで手続きをしていて、完全にね、ロシアから出国するのはもうちょっと後になるかもしれませんけども、おそらく今の時点では、ほとんどの方が許可されるんではなかろうかと思います、まあ、その中でね、もうロシア人来てほしくないということで、どん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 ロシア人の入国を断ってるところもあるそうなんですよ。 まあそうですよね。だってロシアの人って怖いから何考えてるのか分かんないですし、まああのプーチンの小型みたいな感じでいろんな人をね、なんかこう害するんじゃないかなっていうふうに心配する動きもあるんですよね。うん。だからこの国の代表者がすることが国民にこういろんなバイアスをかけるってことなんで、やっぱりプーチン大統領はね、責任を持った発言や行動した方がいいんじゃないかなと。 ペスコフ報道官もそうですけども、結局、ああいうね、横暴な人で、人の命を何とも思ってない人が国を司ると、その国民も同じように、まあ、見えてしまうっていうかね、実際、まあ、そうなのかなと思いますよね、何があったのか分かんないですけども、やばいから国を出るっていう風な判断は正しいと思うんですが、じゃあ、そうなる前に何かできなかったのかということも同時に、まあ、客観的にね、えー、ロシアの国民でない私たちなんかは感じてしまうんですけども、 ただやっぱりね、同じ状況がこの国に起きた時も、同じような選択を私もね、してしまうかもしれないなと思うと、まあ一方的に攻める気にもならないなと。どちらかというと、まあ、早くね、えー、戦争をとりあえず終わってほしいなと思います。両者のプーチン大統領はこの前の演説で、あのもうね、戦争早くやめろっていうふうにウクライナに呼びかけてますけども、人の国、人の土地に入ってきて、人の、 建物とかね、人の物をぶち壊したりとか、人の命を奪ったりしてるのはロシアじゃないかと思うんですけどね。で、そのロシアを支持しているロシア国民、これ一体何なのかなと思います。はっきり言ってロシア国民以外はロシアを支持してないわけですから。そうでしょう。 で日本やアメリカやヨーロッパの人がロシアの行いを支持してますか鈴木宗男さんぐらいじゃないですか。ロシア万歳とか言ってるのは。まあそういうね、ちょっとこう困った人はいるわけなんですけども、例外中の例外としてね。うん、どうかね、こういうふうなおうん、なんと言いますかね、困った人たちをなんとか黙らせることはできないのかなと思っちゃうんですけども。いや、でもね、本当に徴兵を拒否するっていうのは、うん絶対的な権利ですから、うん相当ですよ。まあ、人の土地や人の命を奪ってまで、 自分がのさばりたいというね、まあそういう人がこの文明社会にまだにいるんだなと思ったら、本当にロシアっていう国は怖いところだなと思うばかりでございます。まあ一生関わりたくない国ですね。